ボンがポイントになるんですけど、細いリボンっていうのがすごく重要で、大きいリボンだと主張が激しくなっちゃうので、細いリボンだからこそ繊細さみたいなのがあって、すごい可愛いなと思います。リポポさんの服を着させていただいたんですけど、身長が全く一緒なので、ズボンの丈も靴も上の服も帽子も全てぴったりで、リポポさんになった気分です。やっぱ憧れの存在で、その方たちを見て日記受けようと思ってやっぱり受けたので、しかも自分自身レッドの皆さんすごい大好きなので、こうやって衣装を着させていただくっていうのはすごい光栄なことやし、なんか改めて、あ、2期生になったんやっていう実感がちょっと湧いてきました。松浦さんの衣装を着させていただいたんですけど、すごい派手派手で、なんかリボンとかあったりして可愛くて、アクセサリーとかもすごい一つ一つ可愛くてお気に入りです。ここがヒラヒラなってるところがすごい可愛いなって思います。今日のファッションのポイントは、このシャツと上のこれを合わせているというところです。この上だけちょっとオーバーサイズにしてて、ちょっとブカッと着るように可愛い感じで着ました。まずかっこいい、めちゃくちゃかっこよくて、なおかつ動きやすいので、ダンスもかっこよく踊れそうだなと思いました。これは周宝さんから、全身ですね、靴まで全部周宝さんの衣装で、手袋もつけさせていただきました。すごいダンサーの周宝さんからそれを受け継いだんで、自分も頑張ってキレキレにできるように着こなせるように頑張ります。真っ黄色なんで結構びっくりしてるんですけど、めちゃくちゃ可愛いなと思います。映像で見てたより真っ黄色やなって着て楽しいです。ここの首につけてるネックレスが結構多くて、頭にもついてて腕にもついてるし、この多さがびっくりしました。ストリートとクラシックの融合的な、ここはストリートやけど、この帽子をハットにすることで少し大人っぽく決める、それですね。いいですね、気持ちが入るですね。初めて衣装着て2期生の皆さんになりきった気分というか、これでその本番も2期生に負けないようにっていう気持ちが強くなりました。ズボンとこの上は田中慎吾さん、このサングラスはまあ自前のたまたま今あったんでつけて超似てるんですけど、靴はシュンピーさんのやつですね。田中慎吾さんより僕は足がでかいらしくて、田中慎吾さんのやつやとちょっと入らないんで、シュンピーさんのやつを借りて、見た目なんかガチャガチャしてるというか、だからなんか動きづらいかなと思ったんですけど、着てみたらもうストレッチめっちゃ効いててバンバン踊っちゃうよみたいな感じですね。いや、なんか新しい扉開いたなって感じです。男性とかそういう性別とらわれないです、ありのままのそのさらけ出すみたいな感じですかね。こんなに全身ピンクはないし、このね、サンパイザーとか全然ないんで、今まで自分に触れてこなかったこっち系ネオモンスター的な感じで私服に取り入れていきたいですね。これは日向さんが着られてた衣装を着させていただいてるんですけど、すごいかっこいい、日向さんもすごいかっこよくて憧れの女性なんですけど、日向さんがどっかでなんか言ってたのが、その周りにその理解されないファッションでも自分がもうそれを正解だっていう顔をして歩いてれば正解になるって言ってたのがすごい印象的でかっこよかったので、私もどんな衣装を着させてもらってもそれが正解だっていう顔をするようにしてます。どんな顔っすか？これです。でもちょっとなんか日向さんの着てたの見た時かっこいいなと思ってたんですけど、ちょっと私が着るとなんかちょっと失敗しない上位感がすごいなっていう思っちゃいました。ちょっと榊原さんの衣装なんですけども、これは
レッドでこの不能ではいられないだったら榊原さんの衣装着たいなって思ってたんで、今日とても着れて嬉しいです。昨日榊原さんの着ますって言われた時に心の中でプシュッてガッツポーズして、ここにもこう耳につけるアクセサリーとか僕は普段のプライベートでは絶対しないんですけれども、ちょっともしかしたら動きづらいのかなとか思ってたんですけど、もうすっごいむしろ踊りやすくてうまくこう踊るようにもちゃんと作られてるし、かっこいい衣装なんだなって思いました。そうですね、僕が着させていただいているのはレインボーの池田くんの衣装を着させていただいたんですけれど、やっぱり不能ではいられないの楽曲のやっぱりセンターですから、男性陣のセンターということでレインボーの池田くんですから、なんと言いますか、パフォーマンス的にもステージ的にも、いろんな意味で池田くんをこの衣装を汚さないように頑張りたいと思います。身の引き締まる思いです。はい、自分がこの曲をやるってなって、寺さんの衣装になるとちょっと思ってなかったので知れて嬉しいです。もう前日に教えてもらったのでバッチリネイルを赤にしてきました。レッドの色も入ってるけど、こうなんか全身ちょっと黒っぽくて、なんかヴィランズ感があってかっこいいなって思います。いや、早くこれで踊ってみたいです。この楽曲の衣装の時に2人候補が上がってますと、菊池さんが着る衣装で、キョンかマチアキだったんですよ。で、キョンはキラッキラのスパンコールのタンクトップに上すっけすけの白の、あれはちょっとキョン以外に着こなせないだろうなと思って、ちょっとやっぱかっこよく踊りたかったんで、これもぜひ町明の方の衣装でやりたいなと思って今日町明の衣装着させてもらったんですけど、結果その空気感出ちゃうっていう、どっちにしろおそらく髪型だと思うんですよ。僕は髪型とこのガチムチ感が、何を着ようが僕はもうちょっとゲイ感が出ちゃうっていうことなんだなっていうのを袖を通して今日分かりました。でも気にせずに僕はもうそれはそれとして、めちゃめちゃかっこいいゲイだとこう自分をアクティングして踊り切りたいなと思ってますね。なんかそのネックレスつける前まではなんかそうでもないかなと思って、これつけた瞬間に完成しちゃったんですよ。ちょっと昨日気合い入れてちょっと髪の毛の色も変えてきたりなんかしたんですけど、自分でブリーチしたもんですから、金糸孔って猿がいるんですけど、そっくりですねこの色この内側が金で外に向けてこうちょっと明るい茶色になってくると金糸孔っていうね、サルソックです。サルさんですね。はい。はい。